SLTV が毎週バーチャルワールドで、すいません慌てなくていいのよ、ゆっくり紙開いて、カンペ開いて生放送でお送りしている旅番組、たびたび夢大陸の時間になりました。今回もセカンドライフ内の素敵な場所を紹介しながら旅をしていきたいと思います。本日のナビゲーターは私ひまひまです。よろしくお願いします。スーパーフライみたい今日ね、意識した、うん、やっぱり息に合ってて、買ったばっかりなんですよ。いい感じ。そして、一緒に旅をするのは、では女性からお願いします。はい、多分女性だったら私しかいないでしょう、うん、すっくりです。今日もよろしくお願いします。番組が始まってますが、はい、ワンコのケニーが膝の上にジャンプして乗ってきました。きっとね、一緒に旅をしたいんだと思うので、はい、今日もよろしくお願いします。そして男性は、はい、一瞬声を出そうかなと思ったけどやめておきました。はい、お手伝いでございます。今日もよろしくお願いしますウェイ、そんなことかしら出してみたら聞くわよーんってね二丁目系そうだ、ほんと今日なんですけど、うん、スルーされた大丈夫、もう慣れてるからはいはい、ね、今日お伺いしているのは、うん、トルタサンクチュリサンクチュアリシーさん。え、もう一度、うん、もっと、もう言いたくないもうちょるいてたと、マトルタサンクチュアリね。マトルタサンクチュアリシーさん。うん？マトルタサンクチュアリさん。うん？じゃあ D までですね。はい。で、はい。野生の馬や動物の保護をコンセプトにしているシム。おお。です。なるほど。はい。ね。ですね。ちょっとすごい緊張しているのは。皆さんと連絡、深呼吸、うん、はい、ヒーヒーフー OK 大丈夫よ、甘くすごい綺麗、周りの景色が、うん、動画にガツンと紹介してくださってて、うん、なんかメンバーの方がたくさんいらっしゃってるんで、うん、あー、なるほど、なるほどですね、うん、はい、その辺も含めて楽しんでいただければと思います。なるほど、はい。で、まずは旅に出発する前に、番組のスポンサー支部の皆様をご紹介いたします。はい。この番組の提供支部は、ジャパンミュージックランド。以上の支部の提供でお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、ちょっと簡単に。さっきも言いました。はい、野生の馬や動物の保護をコンセプトにしているということなんですけれども、主に、うん、北アメリカ大陸のプレー、うん、すみません、読んじゃいます。うん、どうぞ。時代、スペイン人が持ち込んだ小型馬が野生化したものが、給餌の認識を上げることを目的としています。なるほどね。マスタングっていう馬らしいんですけれども、スペイン語で迷子になったっていう、野生化してしまった馬の保護を、うん、そういうことなんだ、みんなに、うん、知ってもらうということを込めているみたいです。なるほどですね、うまく説明できなくてすいません、大丈夫よ、よくわかるわよ。で、事務的には、自然の中で探検したり、衛星撮影したり、そういったことも楽しんでくださいということと、うん、馬のアドもあるので、乗馬も楽しめますということです。なるほどね。で、この後進んでいくところで、このシムの
グループに入ってどうしてとかっていうことが書いてある看板とかがありますので、ノートとかもらえますので、うんうん、そちらの方を後々紹介したいと思います。なるほど、はいです。はい、ね、もう本当爽やかな空気が感じれるような素敵な雰囲気が漂ってますわね、うん、はい、あの 森と水とゆっくりお散歩をするとしていきましょう。うん、ついてくだりますよ。いきますよ。はい、ついてくだりますよ。こっち、はい、お、正面に、そう、いきなりモーモーさんたちが、モーモーさんといっぱい、おお、大自然っていう感じで、うん、うん、あら、ちょっとひよことか乗ってるじゃない、これいい感じで、あら、あら、ちょっとひよこちゃんが、ね、うん、かわいいじゃないの、すごくいい感じで、うん、放牧されてますよね。ねえ、うん、うわ、なんかこういう雰囲気、心が洗われるわ、なんか疲れが取れちゃう感じだね、癒されるね。うん、あ、来た来た。お、今ね、うん、実はね、このシムの中にいらっしゃる、こういろんな、野生の馬さんになってるアバターさんから IM が来てて、うんうん、で自分たちは、うん、ちゃんと映れるような正しい場所にいるかなっていうお問い合わせいただいたんで、ありがとうございます。っていうか、必ずどこに、お好きなとこにいらしていいんですよね。で、皆さんを回ってって映るよね。大丈夫よね。うん、ね、今もう正面にね。コースがわからないので。いらっしゃって。うん、ハローって。すっごい綺麗なので、なるべくたくさん映してもらえると。ね、うん、そうですね。うん、こちらに見えている、だからお馬さんたちはアバターさんなんですよね。ね、うん、ね、さっきも走り回ったりとかね、すごい走った姿美しい。うん、かっこいい。ね、うん、うわ、すっごい馬もリアル中華すごいわ。うわ、かっこいいですよね。アバターなんだ。うん、ね、あとの走ってる姿がむちゃくちゃ綺麗だった。ね。うん。なのでたくさん動いていただければ。あ、すごい。なんか動きもめちゃめちゃリアル。ヘビ。俺もじゃあちょっと馬で。あれ？それやったね。うん。うわ、いい感じのでも景色だわ本当ね。あ、もう景色と本当に似合ってますねこの。ね、馬さんアバター。ぴったりって感じで。ね、うん、ね、野生の馬。馬。うん。の感じですよね。ね。ああ、なんかすごい動きがなんか。すごいしゃがんで。超リアルなんですけど。もうね。ね、寝っ転がる感じ。ずっと見てられるんだけど、本当にずっと見てられる、うん、また毛のツヤツヤ感とかもすごい、うん、本当の馬みたいで、ね、いやアバターさんだから動きがなんか本当にリアルですよね、ね、うん、びっくり。私ほら装着する乗る馬しか知らないんで、遠くからアバターにはなったことないし、近づこうよって言ってるから、うん、近づきましょうか、じゃあせっかくなんで行ってみますか、ね、あらーって、ナイスとミーチュー。多分ユースとご覧になってくださってると思うんですよ。おう。うん。ね、そうですね。うん。ハロー。そうですね。これ一応。一応ね。そうね。あら素敵な。うわ、ヘビが来た。ヘビが。ヘビが。すごい。あお。ヘビが。すごい。あお。うわ、でも本当にこの毛の感じとか近くに来るとねえ、すんごいねえ、わあ、綺麗な馬だ。ついなのかな、この二人は、馬は、うん、ねえ、ねえ、見たよ、うん、うん、すっごいいい感じ、うん、うわ、こういう馬もあるんだね、アバターで、うわーすごい、うん、わあ、うん、動きも本当の馬だね、これね、ねえ、ねえ、すごい、すごい、いや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 、すごいね、素晴らしい。こんな感じででも ね皆さんいらっしゃるみたいで、ね、うん、じゃあちょっと先に進んでいきましょう、ね、はい、はい、はい、じゃあ進んでみましょう、うん、じゃあ後ほどまたスイヤーで、チャットで、ね、
はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、あの岩の向こうは海になっているので、このまま草原を突っ切っちゃいましょう。はい、はい、ついてくだりますよ。こっち、おあ、こっちの、あ、先の方にもまた馬がいますね。こっちは野生の馬さんですね。あー、なるほどね。うん、もうね、さっきからね、野生の馬、野生の馬って言ったの、中学校の時の合唱コンクールで野生の馬っていう歌があって、それを思い出しちゃって。マジですか？そうそうそう、ね、さっきの方たちの、ほんと野生の馬、アバターだけど、これは置き物の、ね、置いてあるやつ ね、うん、でもよくできてますね、小さな、うん、あの、こういうところに、ところどころに色、うんうん、色々あるんです。全部、ポーズが入ってるので、うん、こういうところで撮影とかを、あ、そうなんだ、あー、そうね、じっとしてもらえるとわかるんですが、お、クリオネさんが井戸の水をこうハンドルに手かけてみたいな、うん、ねえ、ね、椅子に座ったつもりだったんだけど、そっちなんだ。ねえ、あれ、これ、なんかこれが、ね、あ、これもピッてこんな感じだ。さあ、クオリスさん、早く水を汲んでくださいよって感じでね。逆だよねってね。ほら、ちゃっちゃと水汲めよう的なお客さんってね、ディレクターに。ね、しかも座り方がね、ほんとお姉っぽくなっちゃってましたけどね。はい、お姉っぽいですね。うん、なるほどね、こんな感じでポーズが取れるから、SS も。ね、なんかでもさ、アバターなのか置物なのか分からない。まあ置物はあんまり動かないからね、ちょっと分かるけど。あ、これもうアバターさんなんですね。あ、この人アバターさん。ペッ、ね。あら、またこう。あ、アヒルちゃん、なんか可愛いこのさ、アヒルちゃん、ね、なんかね、ロ、ね、なんかロバみたいな感じ、うん、おー、ほんとだほんとだね、なんかね、雰囲気が可愛い、わー、なんか、あ、ちょっとこっちもさっきとは違う感じの種類のお馬さん、うん、違うね、違う違う、あ、パッカパッカ、すごい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 、パッカパッカ、可愛い、上手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 、ね、すごい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 、でもやっぱこうやって見ると大きい、結構大きいですね、ね、近くで見ると、うんうんうん、でも結構馬の種類によって大きい馬とかね、いるから、うん、そういう大きい系のお馬さんなのか、うんうん、ね、しんないです ね、 ね、うん、ね、なんかバランスが可愛い、あ、すごい、あ、ゴロゴロしてる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 、すごい、こんな、おー、すごい、た、旅じゃなくて馬の紹介番組になってほんとね、うん、ねえ、じゃあ先に進みましょう、おーい、はい、じゃあまたねー、またねー、すいやー、うん、ペッ、はい、行きます、はい、ついてくださりますよ、山沿いを少し歩きましょう、おい、いやでもさっきの馬もすごいけど、蛇もびっくりしたな、あれ。蛇はアバターじゃないよね、あれは。ねえ、あれは多分違うと思うけども。ねえ。お、うわ、なんかほんとアメリカの自然の森の中っていう感じで。ねえ。いい感じだわ、ほんと。雰囲気が。ねえ。ほんとにちょっと離れるとわかんないね。うん。あの、置物。なのか、そう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 、で近づいてこう表示名が見えてやっと ね、 ね、あのアバターさんなのか、うん、そうじゃないのかっていうのがね、動いてるって、うんうん、あ、でもこの環境だったら馬になるのもいいかもしんない、いや、ほんとそう思うね、え、うん、本当に本当に、なんか気持ちよさそうよね、馬になって、うん、ここ走り抜けたら、うんうん、ね、じゃあちょっとこの辺をかなり強引なんです、うん、この滝の界隈を越えていきたいかと、うん、なるほど、はい、こっちでいいの、うん、うん、はい、多分ね、越えられる、この辺で、ほうほう、おー、また急なところ
上がっていくのね、うん、山の上に出てきたよ。おい、来た、あー、海が、おー、きれい、素晴らしい、行きます。地球は丸いって感じだね、もうね、ここから見ると、うん、そうねそうね。そうそう、もう乾いた感じでね、言われちゃいました。そうね。この感じもいいですよね。あー、上から滝見るのいいね。あー、ほんときれい。あー、ひまちゃん、落ちてったよ。いいの？それは何？そのコース？違うよね。あんま気にしないで。あんま気にしないで。オッケー。オッケー。じゃあこっちに来て。うわ、でも本当になんか、この環境だと、癒されまくるわ、マジで。オオシカがいる。ここはなんかできそう。ね。あ、ラブだって。ラブラブ。おー。カップルさん用のボールがね。うん。攻めって感じかな。おー。なんかもう、ほんとこれ。いいね、これ。お、嫌いじゃないな、これ。この世界観。ミニちっちゃなキャンプ場があって。お、あ、ほんとだ。テントがあって、ああ、これ、いいじゃないですか。いいね。こんな感じで。ああ、いい感じだわ。この辺も。なんか湧いてるし。ね、ウエスターン的な感じの雰囲気も。ね、若干。またさ、これ今、コーヒーいただいた。お湯、あ、嘘、コーヒーもらえんのこれ。もらえるんだ。あ、もらえた、もらえた、ほんとだ。ペッ。受け取ろう、ピッ。追加装着して。こんな感じで。おー。これちょっと。これさ、今昼まで見てるけどさ、夕日設定とかもいいかもね、これね。夕日で。こう、日が暮れる前にちょっとテント張ってキャンプしようかね、みたいな。明日に備えようかね、みたいな感じでね。あ、この椅子いいな。うんうん、うわ、これちょっとすごいいいわ、これ癒されるわ。いや、本当にコーヒー飲みたくなっちゃった感じでまったりいいですね。ねえ、うん、ここでこうゆっくり語らってもいいんじゃないですか。本当本当、自然の中でなんか話している気持ちになるんじゃない。うん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 ね、セカンドライフマジックでなんか本当にそんな感じがしてくるじゃない、なんかもう本当さ、セカンドライフだと気軽にこういうとこ来れちゃうっていうのがね、すごいよね。これはいいわ、本当。ちょっと今までにありそうでなかった感じかな。来た記憶がありそう、あったような感じでなかった感じかもしれない。ねえ、なんだろう、ジャングルとかそういう動物系とはちょっと微妙に違いますよね。うんうんうん、ああいう風にあの馬なばたさんが、多分馬以外のばたさんも見つけたわ。あ、本当に？びっくりした。え、うん、何？マジか。うんうん、猫？犬？猫って。いやいやいや、まさかの人。いやいや、違う、あれは何でしょうね。馬じゃないと思うけど、もう、うん、歩いてったら合うんじゃないかな。なるほどね。じゃあ進みますか。うん、あ、馬なのかしら。私のビューワーのせいかしら。違うよね、すごいなんか変わってる、あ、本当？馬じゃないみたいに見えるような、うんうん、馬さんなのかな。じゃあ進みますかね。はい、おい、ついてくださいますよ。来ますよ。はい、コーヒーごちそうさまでしたって感じでね。うん、うん、あ、なんかみんな集まってきてますね、ここに。あら、素敵。本当だ、本当だ、すごい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 。あ、でもいっぱいズベニーいらっしゃるんだ。あら、ちょっとズベニーねえ、感じで。おー、すごい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 。再びあー、なんか、あら、ちょっといいじゃないですか、これね。ねえ、あー、ヘビが、あー、ヘビ来た。ヘビが、
なんか立ち上がった時になんかこう微笑みたいのがまったりとかしてなんか超リアルだったんですけど、ちっちゃい子もそうなんだ、子供もおひひーと、すごいすごいすごい、子供の馬もいる、嘘、子馬ちゃん、あ、子馬ちゃん、子馬じゃないのかな、はい、子馬ちゃんもいる、子馬、Hi there、Hello、Nice to meet you、ね、うわ、でもなんかすごい楽しそうだな、うん、この世界観、うん、あ、ほんとだ、子馬いる、子馬、かわいい、あ、ほんとだ、ね、かわいい、プララが立った的な感じの、プルプルプルみたいな、やっぱほら、動いたりするたびにこう、なんていうの、土煙みたいのが上がるのね、うんうんうん、ちゃんとね、うん、上がるよね、うん、うわ、なんかいいなこれ、この世界観ちょっとちょっと憧れますね、うわー、羨ましい、うんうん、え、子馬のやつってあれなのかな、やっぱ子供のさ、子供のアバターがあるような感じで、子馬のアバター、うんうん、ね、こんな感じかも、うん、あ、またゴロンゴロンして、なんかおしゃれね、おしゃれ、すごいすごい、なんか馬アバターで過ごすってなんか考えたことなかったけど、なんかこれありなのかしらって思えてしまうわよね、なんかもうムツゴロウさん的にこうね、よーし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 って感じ、ストレス発散になりそう、よくね、うん、うちのスタッフさんはインコになったり、クマになったり、あ、してますよね、クマになってる、インコになってる人いますけどね、うん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 、そうですよね、さあ、足太い馬ですね、サラブレッドじゃないって、腰褒められちゃった、レッドじゃない系統、うん、ですね、でしょうね、きっと、うんうんうん、そう、おてつやんのあの帽子褒められてるね、かじっちゃってるよって猫ってね、褒めたっていうか、うんうん、そう、噛んで噛んでって感じ、かじってるよって、うんうん、噛んで噛んでって感じ、あっちの奥の方には赤毛さんなのかな、ねえ、赤毛の赤毛さん、マちゃんがミニチュア、ピンク、ね、ピンクなんだ、うん、うわー、なんかおう、すごい、またコロンコロンしてる、コロンコロンしてる、いや、なんかすごい癒されるわ、ほんと動きがすごいわ、ねえ、うん、どっちに行くのかな、こっちでいいの、あ、じゃあちょっと進みましょうか、はい、ついてくだりますよ、はいはい、こっちにぴょーん、ひちゃんの目の前のひびが、ちょっと多いね、うん、ね、ビッグ、ビッグスネークがね、うんうん、じゃーん、お、洞窟を、洞窟じゃない、洞窟があるの、あっちがくぐって、あっちをくぐってお、またこっちも雰囲気が、うん、ハンモックとかもあって、あったりね、ね、うん、うん、またね、ちょっとだけ雰囲気、はい、うん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 、ますおい、ついてくださいますよ、なんか洞窟が埋めちゃったかな、ちょっと先が、うん、パーッと、あ、なんかそう、ここね、洞窟があるの、おう、あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、これ入れるの、うん、入れる、おう、入るとどうなってない、どんなになってんだろう、これも入ってみよう、あー、お邪魔しますって感じ、おー、洞窟だったそうね、まさに洞窟、洞窟でもさ、こういう穴ってクマとかがよく住んでるみたいな映画とかあるじゃん、洞窟で、ね、ね、うん、そう、なんかポーズとかも置いてあるのかなと思ったら、なんもないんですよね、うんうん、これから何かやるかなっていう感じね、うんうん、もしかしたらね、制作、あら、人がいらっしゃる、うん、ほんとだ、あ、ほんとだ、お、ここはなんかちょっとこう、ここカフェですね、ここのカフェバール的な感じのカフェで、ほんとだほんとだ、あの、支部の説明と、こういうことしないルールと、あー、ここに書いてあるね、音が書いてある看板が、うん、ほんとだほんとだ、ここに、うん、おお、本当だ。グループに入ったりとかできるのね。うん。ここで。うん、本当だ。アイスティーがいただけたりとか。ね。うんうんうん。ですね。うん。ここでインフォをと思ったんですが。はい。うん。プルさん。
さんに邪魔をしては申し訳ないので。あ、ちょっとずれましょうかね、じゃあね。じゃあちょっとだけこのちょっと先ちょっとずれてからしましょうか。はい、ね、なんかものすごいなんか熱烈なアニメとかし始めちゃった大変なことになっちゃいますから、ね、放送事故しちゃうとこかしんで、じゃあここのここ渡っちゃっていいの。ここ渡ってお隣に行きました。なるほどですね、はい、うん、さあ落ちずに、お、いい感じで渡れたね。ここまた雰囲気が牧場と農場。あー、うんうんうん、ほんとだ、熱気球とかも見えるね、ここね、うん、で、自転車もレンタルできるの。これ点で。ああ、なるほど。ほんとだ、ほんとだ。へぇー。景色がいいので。うん。じゃあ、うん、ここら辺で。うんうん。お願いします。こんな感じで、こう。大丈夫ですかね、この辺で、じゃあ。はい。じゃあ、準備をしますので、少々お待ちくださいませよ。で、はい。さあ、本当に人間のアバターを見るとびっくりするぐらいに動物がいっぱいいるっていう感じ。本当ね。うん、ねえ。はい、では。マジってことが当たり前ってすごいな。うん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 。ね。あ、はい、本当だ。電線が垂れ下がってるところで。ちょうど。電線切れたところで感電しないようにでは行ってみたいと思いますよ。はい、はい、たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションをご紹介させていただきます。はい、はい、ジャパンミュージックランドから居酒屋ラジオ、そして楽年駅新プラットフォーム落成記念イベントに関する、ご案内です。はい、はい、仮想世界を使った音楽ライフを楽しむための街ジャパンミュージックランドでは、その中心地として新しくできた駅楽年駅のホーム完成を記念して、駅周辺施設にて新プラットフォーム落成記念イベントを開催しております。はい、その第1弾として6月14日日曜日21時、夜の9時ですね、より、楽年駅、うん、駅ビル内にあります居酒屋トラちゃんにて公開ラジオ放送が行われました。うん、はい、約3ヶ月ぶりの公開生放送となり、放送前日に行われたテストからすでに満席を超えるご来場をいただき、本当にたくさんの方にお越しいただきました。当日の番組ではお酒を飲みながらの音楽雑談やゲストコーナー、新仮想世界最新情報、即興カラオケデュエット企画、ラッキー抽選会、ビンゴ大会など盛りだくさんの内容でお送りいたしました。ね、楽しそうで、ね、楽しみたくもらうんですね、素敵ね。なお番組で、番組来場記念品のことをお話しするのを忘れてしまいましたが、レジのところに男性用と女性用の記念 T シャツが置いてありますので、ぜひお持ち帰りくださいませ、うん、ですね、はい、はい、受け取ってない方はぜひ、ね、忘れちゃった方は見てくださいね。そして番組のアーカイブも公式ホームページにアップしてございますのでご覧くださいね。ね、見逃しちゃった方またこちらの方でご覧になることになりますよって感じでございますね。はい、第2弾は6月20日に開催する予定になっております。こちらのイベントです。なあ、これちょっと漢字の読み方が青目を通したつもりだったんですけれども、はい、夏至ですか。夏至の夜でいいんですかね。はい、夏至、あー日本語ね弱くてごめんなさいね。夏至の夜、正式には6月21日ですが、夏至の夜に電気を消してスローな夜を過ごしませんか。1年で一番昼間の長いこの日に駅構内の電気を消してろうそくの明かりでコンサートを行います。お部屋の電気を消してね、素敵な感じでちょっと雰囲気あっていいじゃないですか、うん、ね、お部屋の電気を消して真っ暗な状態でぜひご覧になってみてくださいね。はい、会場へのアクセスは楽根駅、駅徒歩1分のミュージックバーガー楽根店の店内です。うんうんうん、
はい、そして第3弾としては6月27日、付近にジャパンミュージックランド島内に異変が起こります。異変が、はい、何が起こるんでしょう。毎年夏に向けて島内に起こる異変が今年もやってくるのでしょうか。起こるかもしれないし起こらないかもしれない、その瞬間をお見逃しなくということでございましてですね、はい、こちらも楽しみにしていただけたらと思いますよ。はい、なんだろう、夏に起こるの？なんでしょうね、一体。ここはいい方かな。ね、いや、綺麗な方じゃないかな。綺麗な方か、うんうん、はい、はい、そしてまだまだ続きますよ。第4弾としては7月3日から7月7日の期間、楽根駅周辺にて、楽根七夕祭りを開催いたします。期間中は数々の賞金イベントを企画しています。はい、そのお得な情報を直前レポートということで、あの有名なテレビ番組が取材にやってきます。有名な番組って何でしょう、どこ、楽しみ、何、ね、誰が来るんだろう、はい、ね、楽しみにしていただけたらと思いますよ。何、チャンネルはこのままステイチューン。はい、そしてジャパンミュージックランドのホームページはこちらとなっております。本日お伝えした情報に関する詳細はすべてこちらのホームページにてご紹介しておりますので、ぜひこちらの方をご覧いただければと思いますよ。はい、以上たびたびめ大陸スポンサーシムからの今週のインフォメーションでございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのトラちゃんからの中継のアーカイブが上がってて面白かったです、すごく。あ、本当に、うん、うん、ね、夏までイベント目白押しっていう感じでね、楽しみいっぱいって感じでございます ね、ぜひぜひホームページの方に行ってみてくださいね。はい、要チェキラでございますよ。はい、おい、白馬足毛の馬、うん、お、あ、お馬さんがいっぱい、うん、また、こうやって見ると馬もいろんな種類の、ね、綺麗な馬がいっぱいいるのね、うん、見たことない感じのとかも、ね、アバターだからもしかしたら結構いじれるのかもね。あ、なるほどね、そっかそっか、もう自分の服ちょっと色変えたりじゃないけど、おしゃれに、うん、個性を出せるのかもしれないね。馬アバターについてあんまり知らないですけど、うんうん、でもこれだけの様子を見てるとなんか個性が出せるのかなって、ね、うん、そんな気もしないでもない、うん、ですよね、うん、尻尾ふさふさしてたりとか ね、うん、さ、じゃあ少し進んでみましょうか、うん、はい、ついてくださいましょう。いらっしゃるので、さっき多分馬ではないようなアバターって言ったのも多分馬ですごくいろんなお化粧っていうかあの、うん、装飾を施していたのかもしれない、うん、と今なるほどね、うん、個性のあるお馬ちゃんだったね、そう感じね、うんうん、ね、お馬さんが集まっている広場ですが、はい、いっぱいいっぱいいっぱいお馬さんがいるねって感じでね、行っちゃいます、じゃあ近くに行ってみてみちゃいましょうかね。馬がいる、ハロー、ナイストゥミーチュー、ハロー、ハロー、テンヘルデーなっちゃった。あー、スペルスペルミス、あー、走ってっちゃった、バカだ、バカだ、あー、すごい素敵、あの走ってる姿なんか、すごいなんかかっこいいんですけど、すごく、うわ、なんかいいな、かっこいい、俺も混ざりてなんか一緒に混ざりたいわよね。うん、おお、すごい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 、いいよね、いいよね、馬、うん、綺麗、あ、かっこいい、あ、また違う馬が来た、親子だ、あ、またコウマちゃんも、あら、かわいいコウマちゃんがいらっしゃって、うわー、すごいな、手入れしてるっていう感じですよ、みんな、ツヤツヤツヤ、うん、うん、うなんかね、すごく個性的な柄があるけれど、うんうん、これ星みたいになってるね、自分でアレンジできるんでしょうね
ね、あ、すごい、あ、ちゃんと縦紙とか三つ編みとかになってるんですよ、うん、馬さんが縦紙ふさそれぞれすごい素敵。おお、なるほどね。なんかふさふさだとこうね、走れた時に綺麗ね、うん、すごいすごい。いや、混ざりてーマジな馬になりたい俺もでね、じゃあちょっと俺は逆にこのね、こうな木馬がある、ね、この木馬にね、こんな感じ、木馬で我慢みたいな、うん、あ、でもこれもよくできてるなこれ。うわ、なんかね、さっきもちょっと言ったけど、俺あの装着型の馬さん持ってるんですけど、うん、なんかこう、うん、馬に乗るとなんか申し訳ごめんねってなっちゃいそうで、乗る気もない、うん、なんか乗れないここじゃなんか ね、逆になりたいよね、馬さんに一緒にね。なんか土煙が立ってすごいリアルね。ああ、なんか今立ち上がる姿もなんかすごくリアルだったこれやっぱいろんな動作ができるのね、でもやっぱ走ってる姿が美しい、うん、うん、美しい、うん、なんか群れをなしてるとなおさらかっこいい、うんうんうん、でなんか小馬ちゃん、ポニーちゃんはポニーちゃん、あ、小馬ちゃんはなんかそれなりの走り方してて可愛い、うんうんうん、ちまちまと、ね、うん、いやー、いいわ、癒されるわ、なんかほんと、やっぱ自分が馬になりたいね。ね。したくなっちゃう。ここに来たらね。ね。たらね。たらね。うん。こうデモンストレーションでこう周りを走ってくださってるんでしょうかね。ね。ね、うん。素晴らしい感じで。あ、もう誘われてる、うん、私たち。ね。もしかして。よし、じゃあ。遠くに見える厩舎の方まで出てみましょう、はい、ついてくれますよ。こちらのね、気球はおポーズができるので、写真、そうなんだ、うん、楽しめると思います。あ、なんか馬もこれね、あるし、うん、あ、乗れる乗れる、あ、面白い面白い、こういうのでポーズ撮って SS とかね、いいかもしれない、うん、ね、あー、一緒にお写真写りに来てくれたみたい写真来てる、ほら、うん、あら、いいじゃない、あー、いい感じ、ね、撮って素敵、すごいすごい、うん、うわ、なんかめっちゃ癒されるこれ、ちょっと一枚いただいちゃおうかな、ね、これあれじゃん、ひまちゃんとクリさんも気球の方近寄っちゃったらね、乗っちゃったら、そうよ、気球に乗ってみようか、うん、気球に乗ってみよう。まず、おー、いいじゃない、いいじゃない。ね。これカメラもらえるんですね。あ、でもこれいい感じの。うわー、いいわこれ。うわ、すっごいこれ。いいなー、マジで。うん、これで。いい写真が撮れるんじゃない？ねえ、ね、そこに乗った方がいいのかな、やっぱり。ひまちゃん乗っちゃえば、気球乗っちゃえば、乗せますか、せっかくだからね、ねえ、うん、あら、お、栄養が効いてるかな、栄養効いてるって、うん、お、乗れた乗れた、おー、写真撮るとしたら回っちゃった落ちたかしら、なんかこれちょっと本当になんかウエスタンライフ満喫みたいな感じのね、雰囲気で、なんか自然に包まれていて気持ちがいい、あのロールプレイングシムって結構あるけど、またちょっとたロールプレイングシムです、違ったロールプレイね、ロールプレイと言ったらそうですもんね、馬のロールになるわけだから、うんうん、でも珍しいよね、動物アバターってっていうか馬のアバターのシムって、うんうんうん、なんか初めてのような気がする、ね、インディアンのシムとか結構ありますよね、うん、うん、そう、今ねネイティブアメリカンって、ね、うん、
ら私入れないですね。なんかクリさんコーヒー残りを捨てるような感じのアニメになってて。だからね、私のアバターが残ってる間なかなか入れないね今。なるほどね。うん。また入れるかな。入ってるし。ホットチョコレート。入れたみたいよ。はい、おかえりなさい。おかえりなさい。はい。はい、ま、じゃあクリちゃん戻ってきたの先に行きましょうか。はい、行きましょう。ありがとうございました。ちょっとここにいる。これいいね、ほんとね。お家になるんですけど、うん、じゃあお邪魔してみましょう。ほう。ちょっと見てくださいますよ。お邪魔しますよ。お邪魔します。そう。また大きな旧車がね。こちらがレンタルになってますね。おう、レンタル、何のレンタル、お家のレンタル、旧車のレンタル。あ、旧車のレンタルね。なるほど、面白い。そうなんだ。そうそう、あのね、おう、ちょっと多分入って問題に入ってしまいますが、うん、よい、お邪魔します。お邪魔します。走ってるよ。お邪魔しますよ。一回入っちゃうジャンプして。感じで。お、本当だ本当だ。で、借りてるところにはね、お名前が入ってるんですよ、ちゃんと。あ、わかった。あの人がさ、うん、土地とかアパートとか借りる感じで、お馬さんのアバターだから旧車借りるってことだね。うんうん、なるほどね。そう。あ、これ多分あれじゃない、自分の旧車借りてるとことかをほら、なんかポスターとか貼ったりして、そうそう、なんか好きなの置いたりとか、ね、SS が置いてあったりとか、うん、楽しい。あ、これはすっごい楽しい、新しい楽しみ方かもしれないこれ、うん、うん、すごいすごいすごい。そっか、これは素晴らしいね。うん、多分もっともっと広まってもいいよね。ちゃんとこれ表札的なのもちゃんとついてるのね、うん、それぞれの個性豊かなさ、こう、うん、なんつったらいいんだろう、こうマークがいろいろ柄が入っついてたりとか、お名前が、へー、あら素敵これ。なるほどな。昨日下見に来た時に、うんうん、なんかラブラブしているラブラブしてる、おもちゃがいいのねって感じ、うん、知らないでガン見してしまったうん、です。あれ、これ奥にあるのはあれじゃない、インクルードって11ボディーパーツか、これ大間さん皆さん着てるやつかな、これ、うん、うちのほら、ここの奥、ここの奥、ちょっと行ってみるよ。うん、ほら、ここにさ、これ、これ、ほら、ほら、ほら、これ、誰か買って、レースして、あ、置いてあるのかな、置いてあるの、なるほどね。ほうほうほう、へぇー、メーカーさん気になったから、本当だ、そうなんだね。モードかみたいね、やっぱりね、あ、そっか、なるほどね。うんうんうん、あ、本当だ、耳とかみんな部分部分で編集っていうかモード可能なのね。なるほどね。うん、ああ、ちょっとこれはちょっとチェックしとこう。うんうん、うん、この大間さんをね。なるほどね、うん、だからみんなそれぞれ個性豊かにできるんだね。クリオネさんハート柄とかにしちゃいそうじゃん。そうかな。それもいいかもね。ね、でも個性がハートいっぱいね。うんうん。はい、じゃあ、はい、いますか。はい、ついてございますよ。はい。はい。ここ出れるかな。もしこれタッチしたら出れんじゃない、もしかして。ほら。あ、出れました。じゃあここから。じゃあ、あ、しまった。出ていいの。早い。出たー。あー、早い。
で、オッケー。じゃあ、いやなんか別の方がパパになっていて、うんうんうん、いいね、ほんとこれ。いや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 、またこっちもね、うん、この辺の牛とかもロバちゃんとかもね、ちょっと見学をしたいなと。おい、はい、聞いてくださりますよ。この辺も、ここは牛で、ね、牛。ああ、ほんとだほんとだ、うんうん、ね、さすが牛さんはいないのか、牛アバター牛さんはいないね、うん、あ、でもなんか、うん、あの海外の牛って感じだね、こう日本だとさ、もうあの牛乳用のあの白と黒の乳牛ちゃんかね、ちょっとこう黒い牛、黒いね、うん、牛とかっていう感じになるけども、あら綺麗、綺麗に、みんな自由だな、あ、かわいい、やだ、リボンつけてる、かわいい、ね、ほんとだ、おう、ちょっと写真撮っちゃおうね、うん、いいかな、ポチ、あ、リボンかわいいね、これいいね、はい、あ、こういうなんか、なでなでしてあげたいよ、うん、ほんとほんと、やーしゃーしゃーしゃーね、ムツゴロウさんの気分がちょっとわかる気がある、うんうんうん、思わずね、やーって感じで、ほんとほんと、一個一個したなっちゃうね、うん、かわいい、尻尾もついてんだ、リボン、ほんとだ、え、尻尾にリボンは蹴りますよのサインだったよ、あ、そうなんだ、へぇ、っていうふうにディレクター、うんうん、出てますね、うん、待って、リボンの柄がかわいい、キツネもね洗っちゃったって感じで、ね、あ、みんな来た、みんな来た、かわいいよ、洗っちゃったいいじゃないって感じで、え、じゃあ足元ふざふざしてるのも自分でカスタマイズしたのかな、ねえ、かもしれない、ね、かわいい、あー、ほんとだ、こっちの馬さんもね、たてがみがこう編んである感じで、うん、ね、おしゃれ、面白いな、うわー、すごい、お、すごい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 、すごい、みんな来た、これ全員集合してる感じ、もしかして、ね、もしかしてすごい、うわ、いいなぁ、ちょ、ここ座っちゃおうかな、こんな感じ、ピッ、ね、あれになるじゃない、うん、これちょっと、ね、感じで、なんか、ね、なんかこれのんきだなぁ、あ、向こうに畑とかもあるんだ、そうそう、スプリンクラーが回ってる、ほんとだ、ね、うん、ちょっと見に行きません、おい、はい、それ行きましょう、こっちは収穫はまだかなという、あ、途中だね、トウモロコシがトラクターで動いて、作ってる最中、作ってる最中って感じね、いや、なんかウエスタンって感じでいいじゃないですか、ほんとにねえ、ここは豚さんだ、かわいい、かわいい、かわいい、豚ちゃんが洗っちゃった、あ、これ豚も、うん、あれ、あ、なんか昼寝したり起きたりしてる、起きたりね、うん、ポーズもあるね、うん、今来たいいね、これ、いやー、また小豚がほらおっぱい飲んでる小豚とかもいるよ、ほら、うわ、それはこれだけ、いいね、みんなのびのび暮らしてるなぁ、ポーズヒア、なんか、あ、これちょっと言ったかもしれないなんかさ、のんびりしてるよね、ねえ、なんかのんびり&のびのびっていうか、すごい生き生きした生活をしてるわよねちょっと羨ましいかも、うん、いや、これはほんといいわ、ほんと、うん、マジってちょっとね、本当だ、うん、見てくださってる方がのんびり感じてもらえるといいね、ね、うん、ね、で、なんか生き生き暮らしてるアバターたちがいいな、うんうんうん、ここで彼らね、
うん、元気だよね、時差をものともせず。そうね、本当にね。そうだよね。うん、みんなどこの国の人なんでしょうね、こちらは ね、 ね、うん、なんかこの今さ、俺がこう座ってるポーズのこう、うん、なんかこう畑仕事も一段落してて次は何植えようかねみたいな感じのね、うん、こう、うん、イメージ。なんでそれがなんかそういう訛りなのかよくわかんないけれどね、ちょっとウエスターン的なアメリカを意識した感じでね。でもね、車のナンバーがタマナンバーだそうです。ね、さっき映ってたんですよ。あ、本当に？そうなんだ。多分あの車の製作が日本の方なのかなっていう感じ。うんうん、もちろんそういうことなんでしょうけどね。はい、ね、じゃあ先行きましょうか。はい、続いてございますよ。ちょっと戻ります。はい。はい。なんかもう本当豚ちゃんとかも寝っ転がってるの踏んだらかわいそうだから本当本当、うん、踏まないように気をつけてこう、ね、うん、歩いちゃう感じ。あ、いけない。お、スプリンクラーで水浴びしておまさかシャワー浴びてるような感じスプリンクラーでシャワーなんて感じで。あら、いいじゃないですか、うん、この世界観。おさらさんなんだよね、たてがみが。このうまさんはここで、うん、でのんびりと。ああ、ほんとだ、ね、さっき言った、ね、ちょっとおしゃれな、うん、うんうん、じゃあちょっと上の方。はい、続いてございますよ。いきます。これってあれなんですか、ミニマップで見ると西向ある。あ、うんうんうん、ね、ここはね、もうさっき越えたよ。あ、ほんとに、うん、さっきスタートしたところがもう一個のシムだったからね。マジ、うん、うん、もうすごいな、ニシムこれだけ使ってって贅沢ねいいじゃないですか、うん、ね、うん、意外と軽いんですよね。うん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 、本当よね、お手つき気づいてないぐらいだから ね、 ね、うん、全然気づかなかった、うん、あら、白い菜の花がまたこの辺いい感じで。あ、お馬さん来た、お馬さん来たすごい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 、素晴らしい。うわ、走っていく姿がいいな。ねえ、またここにもキャンプ場があって、うん、はいはい、こうちょっとところどころでこうポイントポイント的な感じで、うん、ね、こういうくつろげるところがあとね、あるんですよね、うん、ちょっと行くとまた川に出るんですけど、うん、と川に出るんだけど、やっぱそれぞれ、うん、あのポーズボールポーズが入ってるので、うん、そこでも撮影ができるようになってる。なるほど。なるほどですね。うん。共に抜けて。うん。敷物で遊んでたら撮影を撮ってしまった。何？あ、追いつくでありますよ。あー、あー、あー、いいなぁ、こう走り抜けてくれて。ね、あー、ビューティフォールホースがね、いっぱいいっぱいねって感じで。うん、ね、ちょっと間違っちゃった道。本当？はい、あ、言わなきゃバレなかったかも。その方にスワンボートが見えてる、遠くに。うん、うん、本当だ。ちょっとこっちも見ようかなと思った。うんうん。あ、本当だ。この辺もツリーハウスが。あ、またディレクターが好きそうなツリーハウスがおーら、いい感じでね。セットクライムって書いてある。お、福井さん登ってきた。景色いいですよ、ここ早っ。お、あっという間に登り切った。お、あ、気持ちがいい、ここ木の上おお、また眺めがいい感じで。いやー、これちょっといいじゃないですか、マジで癒されるわ、これいいねー。またこのスワンボートがさ、違和感あるようで意外とマッチしてるよ、ね、うん、ね、うん、浮き輪とかスワンボートであっちの島にも行くことができます。あ、そうなんだ、うん、そうなんだ。そうなんだけどね、うん、
自力では登れなくて、うん、あら、ヒョウがいるよ。馬じゃなくてヒョウがいるよ。ですけれどもね、あのてっぺんのとこで、俺の目の前にほら、ん、俺の目の前にあー、ヒョウアバターだ。ヒョウアバター、狼、あー、ヒョウじゃない、あー、ヒョウ、あれかな、なんちゃらキャットとかいう、なんかアメリカとかに、タービーキャットって書いてある。ふん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 、あ、これまたね、よくできてる。もうディレクターモニちゃんがの、え、アバターなのってね、びっくりして。ついてるし、ついてるの、ついてる。すごい、うん、かわいい。普通だったら襲われたりとかして、ね、うん、怖いってイメージ。はっくり言ってますよね。本当ならね、でも、近寄って触りたい気分になっちゃうね。かわいい。あれだね、本当に。お、すごいすごいすごい、くるくるくるってないねえ、でそう、じゃれじゃれじゃれ、喜んでる風味、うん、ね、面白いね、いいなこれ、この世界かわいい、じゃれてる感じがかわいいね、うん、ムツゴロウさんになった気分ね、ね、かわいい、あ、かわいい、座ったね、ちゃんと座って待て的な感じでね、うん、素晴らしい、ね、うん、ね、うん、馬、お馬さんだけじゃないんだね、ね、本当だね、うん、じゃあ私も羊アバターあるから、今度は羊アバターでこようかしら。猫持ってる、なじみそう、ね、じゃあちょっとこっちの方覗いてみて、はい、おい、ついてございますよ。でもなんかリアリスティックなアバターじゃないと着にくいですね。ちょっとね。うん。うん。逆にあのモニちゃんも全然違和感ないっちゃ違和感ないけどね。まっちゃん。モニちゃん、モニちゃん。まっちゃん。うん。あー、水に入ってる。あー、水浴びしてる子で。うん。あら、困った。水浴びする馬って似合いますね。似合いますね。うん。素敵。あら、ちょっと。なんか演出が上手ね、すごく、うん、ね、このボートも、ポーズが入っていて、やっぱりこういう撮影ができる、うん、なるほどな、した、うん、うわー、でもなんか、あの、もう多分ゴールを分かってらっしゃるみたいで、あ、本当に本当にゴールにみんな先回りしてる、いや、みんななんか一緒に最後に記念撮影できたらいいね。ああ、うん、そうだね。うん、おー、いっぱい、みんないる。いいよー。なーっ、こんにちはって感じ？そう、ね、最後になったら、じゃあ皆さん来てくださいって言って、ね、一緒に写真撮りましょうって言ってもいいかもね。ね、うん、うん、しかもしれない。わー、すごいなー、ほんと。え、この辺なの？そのエンディングの場所は。もうちょっと先。あ、もうちょっと先な。もうちょっと先だよ。ね。この辺もずっとこの岩とかも、うん、座れたりポーズが取れたり。ああ、なるほどね。するので、まあ、タイヤとかもぶら下がってるね、ほんと。もちろん。一緒にやってみるの。ブランコタイヤ。ね。で、ずっとちょっと端っこを通って。うんうん。これ、クマがいるんですよ。お、あ、ほんとだ。でね、うん、あのね、うん、お母さん、お父さん、子グマにね、うん、お魚の取り方を教えてあげてる。あー、なるほど。魚、ほんとだ。こうやって魚がいた。なるほどね。魚が上がったり狩りの練習してる、ね、うんうんうん、ほんとだ、ほんとだ。かわいいよね、こういうのもね、ね、微笑ましいシーンですね、うん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 、はい、うん、うん、はい、じゃあ、うん、行きましょうか、おい、ついてくだりますよ、もうなんか傷だらけだよね、リアルだったらそれね、こういうとこ越えてね、うん、ね、そして、うん、ここが
終点。お、ここがじゃん。本日のみんな集まれるかしら。エンディングポイントかなって感じだね。うん。なるほどね。こう。うん。で、こっから見える向こう側の黄色い木が見えると思うんですけど。黄色い木？じゃあこう。あ、はいはいはい。スタートして見えます。あ、あそこがスタートしてるな。なるほどね。へえ。あっちを背中にした方がいいのかしら。そうかな。うん。ぐるっと。みんなこれ。こんな感じ？こっちよ。でも。Would you gather around us so that we can take pictures together？ で一応叫んどこ。うん。どうだ。ね。どうぞどうぞ。コメントお手なんかいそうだったよ。うん。うん。いや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 、いいのよ。いいのよ。そうじゃないのよ。これでこうね。うん。こんな感じで。はい。Please come and join us. Why don't we take pictures together at the ending of the show? A picture together. って感じね。でもみんな探してるかも。え、どこやどこやねんって。Over here. ヘビが来た。ヘビが来た。このヘビってアバターだ。本当だ。おお、すごい、うん、すごい。ヘビアバターもあるんだ、ね、あ、一番リアルかもこれ。おお、ヘビだ。ほら、さっきのヒョウアバター、何、うん、あの人よだね。マジで、うん、あー、みんな聞いてくれた。サンキューベリーマッチ。イエーイ、ね、ーおお、すごいすごい。うわー、すごい、いろんな動物があるんだよ。あ、巻いてるじゃん、この人。あー、すごい、ドクロ巻いてる。うん、すごい、ね、いやいやいや、あ、みんな来た、あ、みんな来た、みんな来た。集まれるかな、集まれるかな。私、動かない方がいいよね、逆に。いいね、うん、そうね、うん。Please come around us、ね。Let's take a picture together って感じ。なんかみんなで集まってっていうにはちょっとかなり端っこっていうか、ちょっと。でもさ、結構ミニマップ見ると結構たくさんいらっしゃるから、ね、いらっしゃいますね。30頭くらい、40頭くらいとかドルドルドルっていっぱい集まっちゃうかもしれない。かっこいい。え、なんかちょっとずつ皆さん移動してくださってるね。こう、うまい具合にこう写真撮りやすいようになんかね、うん、あら、ちょっといい感じの絵じゃないですか、これで。もうみんなで、ね、なんか嬉しいね、こうやってなんか動物に寄ってこられてる。本当そう、うん。しかもさ、本当だったらヘビとか怖いけどもね、このヘビさんだったら全然大丈夫な感じでね、うん、うん、ございますけど。あ、小馬ちゃんも来た。お、いい感じのね、あーしゃ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 っていうのがディレクターが入ってうつごろ気分ってね。あーしゃ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 ってね。あーしゃ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 ね。あら、ちょっといいじゃないですかこれ。ねえ、こんな感じで、うんうん、そう、うん、ね。あ、でもかわいいね、だってかわいいね。うわ、なんかでもいいわ、ほんといいな、なんか、うん、来た来た、いっぱいいっぱいね、はい、すごい、みんな入る、収まるかな、うまく、みんな収まるかな、ねね、ね、うん、あ、でもクリオネさんのね、叫びでこれだけ集まってくださったってことは、ね、ね、皆さん見ていただいてっていう感じで気持ちがいいです ね、 ね、うんうん、ありがとうございますって感じで、なんかイラストで見ると面白い、みんなわらわらね、え、素晴らしい、さすがモリちゃんね、ね、上から綺麗に撮ってくれてる、綺麗に撮ってて、うん、いい感じに撮ってて、ね、いいですね、うん、はい、ちょんちょん、わーおー言ってるね、うん、さ、みんな来たかな、みんな来いいかな、そろそろ、じゃあゆっくりめでこうエンディングを進めてたらちょうど来るかなみたいな感じかな、ね、うんうん、ね、お互いにちょっと感想でも、うん、いきますかね、うんうんうん、うんうん、いか
たこの天ぷらになっちゃうんだけど大丈夫かあ、ひまさんナビゲーターなので仕切ってくださいねすいませんだからの、うん、大丈夫やエンディングができない あ、うん、あ、エンディングはできないまあすごい群れになっちゃった、ね、いっぱいいっぱい集まってすごく幸せな図です、うん、幸せな気分、うん、ね。皆さんありがとうございます、うん、なんか人肌にあの囲まれても、うん、こう今の私たちの感じてるような気分にならないような気がしますこれが、うん、そう動物のアバターそれもすごくリアルに見える、うん、このお馬ちゃんのアバターだからなんかすごくこう囲まれてこの嬉しいワクワク感は何なんでしょうね人にこんなに囲まれても全然嬉しくないのに、うん、あすごい集まってきてくれたね Thank you very much for joining with us ね皆さんありがとうございますありがとうございますね素敵、うん、はいお手伝いはどうですかはいセカンドライフっていろんな世界をこうなんだろうテーマっていうかにしてその世界観にこう、うん、で生活するとかっていうところたくさんあるんですけれども、うん、今回お馬さんっていうのは初めてですけどもですよね、うん、だけどなんかすっごい皆さん楽しまれて、うん、この世界観を楽しまれてるなっていうのがすごく感じられたし、うんうん、ちょっとこれはやってみたいなって本当にちょっと思っちゃいましたすごく癒されました、うん、ありがとうございましたって感じで、ねうん、なんかこれだけ集まってきていただいて本当にありがたいです ね、これがやっぱセカンドライフ相関ですねくじちゃんの呼びかけのおかげです、ね、いや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 、ね、皆さんが協力してくれてるからね、うんうん、でいかがでしたでしょうかクリオルさんあ戻ってくるのかっていうあのねとっても2シム使ってるから広々とした空間でしたし、うん、なんか最初にいた1シムはほとんどがなんかこう自然の景色の中にいる感じだったんですけれども後から来たこっちの2つ目のシムの方はこう人間がちょっと住んでる感じもこう出てたじゃないですか、うんね、だからなんか2シムともちょっと表情がちょっと違ってうん2つ目のシムはちょっと飼われてる、うん、お馬さんの感じも出てたじゃない家畜にっていうかね、うん、だからなんかこう顔2つの違った顔を持ってるいい場所だなと思いましたよ、うん、そしてなんか自由ですよね、うん、なんか本当に楽しんでるなみんなと感じで、ね、楽しんでる楽しそうなんか本当に馬のアバターになってセコンドライフで過ごすってちょっといいかも、ね、これありだよね、 ねありかなって本当に思った、うん、聞いただけだったら全然思わないんだけどここに来てるとありかもって思えた、うん、むしろなんか楽しそうで羨ましいそう、ね、なんか群れになって走ってるだけで気持ちよさそう、ねうんうん、ネイティブアメリカンのような方もちょっとねいらっしゃるアバターでいらしてますねはい、うん、インディアンさんかなって感じねそうネイティブアメリカンさんねネイティブアメリカンさんねはい、うんはいはい、じゃあ今日は本当にご協力ありがとうございましたね先ほど、はい、Thank you very much ってね皆さんありがとうございます Thank you very much for your cooperation We really did have a great time Thank you very much ね、はい、Thank you very much ですはいどうぞ始めましょう、はい、では本日はこれで終了はい、また来週もたびたびメタリックお楽しみにはい、はい、おやすみなさーい、はい、ハッピートラブルハッピートラブル See you next week もうこれ以上待てない二人の距離今聞かせてよ世界は二人を引き離して会いたくない会えない日々を数えて平気なふりして笑ってみせるけど切なくて
響かせて忘れ